チャールズ・ルイス・ファッセルはアメリカ合衆国の風景映画家である。フィラデルフィアなどで活動し、アメリカ近代美術のパイオニア、トマス・エイキンズの親しい友人であった。ペンシルベニア州、チェスター郡のウエスト・ビンセント・タウンシップのクエーカー教徒の家に生まれた。フィラデルフィアの高校で学び、この高校の同窓生にトマス・エイキンズとやはり画家になるウィリアム・サーティンがいた。 フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーに入学し、ピーター・フレデリック・ロザメルに学び、1861年には、エイキンズもアカデミーに入学してきた。エイキンズとは、生涯を通じての友人であり、1860年頃、ファッセルは、エイキンズをモデルにして、人物画を描き、後年、エイキンズは、ファッセルの肖像画を描いた。父親が病気になり、 父親の療養のために1868年に家族とニュージャージー州の海岸の町、シーアイルシティに移った。父親の病気に良い場所を探すうちに1870年にコロライドも訪れ、ロッキーサンチの風景画も描いた。しばらくしてフィラデルフィアに戻り、家族も1871年にメディアに戻った。この後、ペンシルベニアやニュージャージー。 ニューヨークの多くの風景を描いた。1889年にニューヨークに拠点を移し、風景画の制作を続け、1897年にペンシルバニア州メディアに戻り、妹とおばで、博物学者、社会運動家のグレーゼアンナ・ルイスと暮らした。油彩、水彩、ペン画など様々な作品を描き、1863年から1905年の間に、 ペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に38点の作品を出展した。ありがとうございます。